どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカムヒューマンやっていきたいなと思います。そうですね、前回は、画家編だよね。画家編をしていったんですが、なんか全員雲行きが怪しいね。唯一大丈夫だったのがコナーなんだけど、コナーもちょっとそろそろ同じような展開になってきそうだな。じゃあ、続けていきたいと思います。いや、入るしかねえじゃん、選択。まあ、この辺だね。アンドロイド入ってくんなと。開けちゃいますか。アンダーソン警部補を特定する。ほう。協力要請だね。ちょっと待って、今めっちゃ気になったんだけど。なんか、フェーズスキンって載ってた？デレックではない。そうですね。ちょっと待ってくださいね。フィッチ、クリストファー・グレイ。マスターは？あ、マスターかっこいいね。ちょっと目が半目やけどな。ジミー・ピーターソン。すまんな。目合わせてくれないね。犯罪歴なし、フィッチ。そっか、犯罪歴も見れるようになるのか。ああ、やっぱ発展するとやっぱそうだよね。なんだろう、この最近のダンテみたいな後ろ姿の人は。ハンク・アーナーソン警部補。なんか上の写真と全然違う人なんだけど。いいえ、そういうことではありません。ごめんね。アンダーソン警部補、私はコナー、サイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ？あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。今日は皆さん脅す、説得する、粘る。警部補、あなたの職務態度を上層部に報告することもできるんですよ。やっぱダメだよね。こらこら、モザイクかけねえかんごつなる。粘るか。申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則って、お前ここは学校か？いえ、バーです。言うね。ああ、そうだな。ガンガン下がる。まあ分かった、もう一杯おごるから。最後の一杯をおごります。どうです？すみません、同じのをもう一杯。科学の進歩ってやつはダブルで。いや、いいね、ダブルか、飲み方渋いね。殺人って言ったか。ロボットがってことか。あれ、なんかこの辺りカーラの町に似てるね、町並みがね。事件か。じゃあ我慢。わかりました、警部。そうそう、それでいいんだよ。
結局ついていくんかい。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。なんだこのツンデレみたいな行動は。煽るだけ煽って最終的にね、あのおだてるっていうね、お酒飲ませて。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。いやマジハンクちょろいね、今の感じだとね。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よう、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこで、こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから家の数ヶ月家賃滞納。なんかそのすごいシチュエーションが似てるね。死体を発見ってやつだ。あー、グロテスクな表現があるかもしれないんでお気をつけくださいな。ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。うわー、マジか、すっげーなー。会社の名前はカルロス・オーティス。うわ、調べたところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。ったくこれなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。あ、じゃあそれをちょっと侵入の形跡解読しますか。いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。了解。いやでもさ、このアイアムアライブって私は生きるって書いてるけどさ、これ絶対文字的に人の文字じゃないよね。綺麗すぎるもんね。活字みたい。あ、やっぱ言ってたね。文字だ。人間の手じゃこうは書けないだろうな。だろうね。この辺りの情報はなさそう。ちょっとじゃあクレイス、この文字は会社の地下。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。ナイフ確認しますか。分析する。アンドロイドの関与、指紋なし。あー、やっぱ指紋ない。あー、ごめんなさい、触っちゃいかんかったよな。まあいいか。おいおい、お前何やってんだ。血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。すみません、言っておくべきでした。そうかい。まあとにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ。いいな、すまへん。はい、俺もミスった感があった。あー、すごいな。19日以上、やっぱ3週間近くってことか。やべえな。血液情報結構ね、あの日にちとかわかるんで、健康診断受けようとして、ダイエットを急激にするととかね、あの血液が見たらわかるんで、過度なダイエットしたとかね。面白いよね。19日の前に死亡と。ん？ 28！ やっべえな。いや、相当恨みあったんだね。レッドアイスか、また。あー、ってことは、なんだろう、職奪われたりとかそういうので手を出してしまうって感じか。なんか持ってる。カルロス・オーティスと窃盗と加重暴行。あー、じゃあ再現してみますか。いやーねー、どういう感じ。なんかに吹き飛ばされたって感じだね。やばい、レッドアイズ・ブラック・ロゴ。そうやね、間違いないね。やいかいかいか、真面目なシーンやからね。ちょっと待ってね。被害者ナイフで刺された、で倒れたところをさらに刺されたと。あー、その前は何かで揉めてた。いや、もうこの時点で、あー、
裏から入ってきたの間違いない。追っかけてきて追っかけてきてってなったと。分析終了。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。やばいね、恨みか。ドラッグを分析に回しておけ。分析する。本当はサイバーライフサンズだね。ってことは、ああやっぱり了解です、警部。アンドロイドだよね。撃てるわけがないというか、人間じゃ絶対無理だね。かよっぽどサンプル取り終わったか。用意してたからね。開けまーす。閉めまーす。なんもなしか。なんもなしか。まあ検証しろって書いてあるから10個ぐらい情報を探しますか。はー、そうだよね、基本的に発明はエロから始まるからね。さあ結婚、乾いた結婚、やっぱ19日以上経ってるとっていう感じか。いやそうだよね、大体こういうね、そういったものには絶対ついてくるね。ん？ちょっと待った、ここにもか。ああ、こっちも。ああ裏からは入れたわけか。さあ靴を見てみると、過去60分以内。正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間もたちゃ足跡だって消える。いえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。はあ、じゃあちょっと待って、もしかしているここに。いやそれないでしょ。でも今の土の話をから推理すると、でもその可能性はあるってことだよね。マジで、それはそれで怖くね、いたら。あーでもだいぶ、はいはい、やっぱ時代だね。絶対これ、この未来は来ると思う。悪いけどね、逆もありえるからね。男性女性関係なしにそういう未来は来る。いや技術の革新は大体戦争かエロやかいね。やっぱすごいね、人間欲の塊やなって改めて思うね、こうやって見てるとね。これここから取ったと。さあ6個集まった、あと2つ落ちてるね。さあ相当ラサット形跡があると。さあ指紋はゲッチュ、揉み合ったか、揉み合ってるのか。バット、この感じだと相手側も相当やられた感じじゃないかな。だよね、ナイフ持ってなかった側だよね。さあ再現しましょう。ん？変異体はナイフを手に取った。あーってことはその前に、この前なんでこうなったかっていうところにね。で防衛反応として切ってしまったと。ってことはそうだね、多分条約かなんか破ったんだね、機械側がね。まあでもそれはそれでちょっとな。あっち、いやあと2つ調べる。取れる証拠は全部取りたい。
トイレか、いや風呂場なんかこういうの開けるの嫌だなまあなんもないと思うけど、ういやでも文字の練習してたってこと、宗教的な捧げ物か、どういうこと。さああと一つ、あと一つ証拠がどこかにあるはず。この家は2階ないのかな、電気もつかないしね。やっぱあの本なんか情報書いてあるのかな。この映画いまいち本があれなんだよね、情報がどこまで取ってくれるのか。さらにページ目特になし。うん、あと1個ぐらいなんか情報欲しいけどな。なんもないね。ちょっと戻りますか。まあちょっと報告したりして話を進めようかな。どう置いて、ハンクさん、いったいった、ハンクでやってるよね名前ね。今さらやけん。あーなんかあったあったあった、はい調べよう。あーやっぱねー、レッドアイス、ブラックドラゴンではないと。常用っていうレベルじゃないよね。ちょっと待って、そこ、あそこあるの、まあいいやそこに あるんだけど、なんか何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。事件の始まりは、キッチンかな。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。リビング。リビング。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフで殺した。なるほど、お前の推理もあながちふざけじゃないな。アンドロイドはどこに行ったんだ。そこなんだよね。バットで殴られ損傷し、チリウムを流したはず。なんだって。チリウムです。いわゆるブルーブラッドです。ブルーブラッドか。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ数時間で蒸発するので裸眼では見えなくなるんですよ。ああでもお前の目には見えるってことか。その通り。なるほど。へえ、すっげえ。いや、なんならさっきから見せてくれても、もしかして見えてたってこと？あるねー。ブルーブラッドと。あるね、すげえ。通って、こっち行って、で、揉めて、こっち続いてるね。
っち行って、一回洗い流したってことか。ここ溜まってるもんね。他にじゃあちょっと溜まりが、うん、なんでここ調べれる。はしごを使った。うわすげえ、そんなこともわかんの。ここああるね。はい、開けちゃう。いやいやいや、なんでちょっとホラーチックになるの。上しかないよね、見るところね。そしたらね、上見ますか。嘘、マジで。さあ、登るための道具を見つけよう。はしごどこ消えたっていう話だよね。あ、椅子使いますか。おいおい、お前その椅子どうすんだ。調べたいところが。まあまあ、ちょっと待っとき。調べたいところね。じゃあ登りますか。いや、マジでいいの？屋根裏を捜索する。あー、いるね。いるね、この感じはね。マネキンか。こっちは？あ、こっちまだいるね、先にね。どうなる？いるね。おお。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。お願いだ。黙っててくれ。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。さあ、変異体発見ですね。もう変異体ばっかしやってる気がするけど、コナンは。マジか。いや、てか、謎解き普通にするんだね。じゃあ、ちょっとスピード感が違うスピードが求められるな。うち結構ね、見てるとき、ぼーっとしてるんで。いや、面白いね。じゃあ、ちょっとまだ、時間の方ありそうなんで、もうちょっとやっていきましょうか。さあ、変異体を見つけたコナン、この後その続きが出てくるのか、それとも、どうなるか、ちょっと見ていきましょう。2038年11月5日。トット？お夕食です。そうか、今行く。さあ、カーラヘンスタート。食事を出す。
お前のためには出したくねえな。やっぱね。あ、すごい。ミートスパゲッティかな？ミートパスタ？どっちだ？そうだよね。このアンドロイドの子はご飯を食べなくていいわけだもんね。さあ、じゃあ。はい。さあ、食事を出したら電気をつけましょうかね。気分も上げないとね。ナプキンを。無人生だ、ね、俺はアンドロイドのせいで職を失った。だがどうだ、自分家の家事を誰がやってくれてる。どちらさんだ、憎ったらしいアンドロイド様さ。笑えるぜ。注げない、注げない。今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めちゃいねえ。機械の方が便利だからな。いや、注げた、注げた。アンドロイドね。たくなんでこんなおかしなことになっちまったんだい。やべ、ささ。注げなすぎてめっちゃコントロールがぶん回すっていうね。おい、何見てんだ。何だってんだよ、クソガキ。こんな暮らしうんざりだってのか。俺だって苦労してんだよ。どうせお前はこんなボロ屋に住んでるのは全部俺のせいで、母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろう。薬はやめて、トット。怖がらせるのはやめて、トットだと。あの女何も言わずに消えやがった。俺のことゴミくずみたいに捨てて会計士と一緒に逃げなさい。お前のせいだ。やめて、パパ。全部お前のせいだ。おい、どこ行く。おい、どこに行く。今すぐここに戻ってこい。やばいね、これはやばいね。まさかカーラが変異体になるとかそんなことないよね。そこにいろ、一歩でも動いたらぶっ壊してやるからな。動くの。一言もなく消えやがった。幸せな家族に慣れたかもしれないってのにあいつは。ああ、でもあれだろうね、その職がなくなって職がある会計士についていったって感じだろうね。あいつのためなら何だってやったってのに。でもあいつにはそれだけじゃ足りねえってのか。典型的なダメな、典型的なダメな野郎だね。これちょっと怒り買って危険な目になるのもちょっと一回押さえておく。気になるな、上が心配だよな。全部あいつのせいだ。もういいっすか？もう動いていいっすか？やべえな。なあ、ちゃんと分からせてやるよ。アリス、パパは怒ってるんだよ。ちゃんとお仕置きしてやらないとな。お？ほう。はあ。いや、むしろ動いた方が良かったの。そうか。さあ、アリスを守る。新しい選択が出てきた。状況的に考えると、
まだちょっと、あ、違う。あー、動かんだ。いい。意外と操作がむずいよ。ちょっと待った。さあね、先に、どうしようか。ちょっと待った。今すぐ行動を起こせ。上、ここ。開かないね。上行かないといけないね、もうとりあえず。隣の部屋か。ちょっと待った。その気になったのが、これ。よし。あの野郎。いけれそうな動く。あ、よっこ。危ない。いい。危ない。だからコントローラー動かないんだって。こっちに来い。マジかー。いい。おっと。あー、こうだね。はいはいはい。おー、危ない。痛いね。ういっ、ぐっ、やめて、ほっといてってば。俺は主人だ、黙って命令に従え。おお、いやー、むずいな。やっちまった感があるな。はあ、そうか。もう、そうだね。確かに持った地点でそうだよね。ああ、そうか。ああ、でもまあ、まあ、アリスは助かったわけだし、またアリスが助かってよかったとするか、ただ、処分対象になるね。ああ、すげえな。マジか。あ、 40% でも3人に1人はぐらいだね。いや、 66% になってるか。いや、どうだ。フレンドは60。ああ、知り合いはやってたわけか。40か。そうか。じゃあこれの選択で全然変わってくるんだね。
まあちょっと見ていきますか、続き。そのカーラ編の動き見て思ったけど、こう一気に話が進み始めたね。間違いなくここ25年で一番退屈なパーティーだったな。出席するたびなぜ来てしまったのかと疑問に思わずにいられん。カクテルパーティーは苦手だ。つまらない口先だけの奴らで溢れてる。あなたの作品を敬愛する方々もいらっしゃいます。誰もアートなど気にもかけておらん。その作品でいくら稼げるかしか興味ないんだよ。さあほら、一杯やろう。あの騒ぎで喉が渇いたよ。僕も実際喉が渇いてますいやー、そっかー。その通り。お医者様に怒られますよ。ふん、医者などクソくらいだ。自分の面倒くらい自分で見られるわ。そうか、まあスコッチ美味しいよね。スコッチね、苦手な人苦手やろうなーと。あ、違う、どうだ、うっ動かねえよし、動いた。スタジオの明かりを消し忘れたのか。いや、確かに消しました。いや、ほんとこれはちょっといろいろ考えるな。電話する。ラファイエット通り8941、カール・マンフレッドのアンドロイドです。帰宅したところ明かりがついていて、強盗かもしれません。パトカーを行かせます。見に行ってみよう。え、行くの？行っちゃうの？それちょっと危険すぎない？いや、ちょっと。マーカス、私も一緒に行く。それはちょっと危険すぎないか？レオ。こら、誰かと思えば、親父の人型おもちゃか。レオ。何をしている？金くれないから取りに来たんだよ。こいつ一枚で大金になるんだろ？それに触るな。なあ、どうせそのうち俺のもんになるんだ。遺産の前払いってやつだよ。マーカス、今すぐ息子をここから追い出してくれ。さあ、追い出しますか。の前に、いや、あなたもちょっとここから出て行ってた方がいいんじゃない？助言する。事態が悪化する前に帰るべきです。あんたはいつも俺を拒むなあ、親父。俺じゃ不満か？こいつみたいに完璧じゃなきゃダメなのか？いい加減にするんだ。今すぐここから出ていて。なあ、一体こいつのどこが俺よりいいってんだ？もう関わるな。ほら、かかってこいよ。マーカス、やり返してはダメだ。いいな。抵抗しない。構うんじゃない。構うんじゃないか。殴ってみろよ。ほら、どうしたん？お前それで人間のつもりか？やめろ。どうしたんだ、ビビってんのか？やめるんだ、レオ。やめろ。なんだ、殴る度胸もないってのかよ。はあ、マジで？さあ、殻を破った。ああ、そうだった。お前は人間じゃないんだよな。ただのプラスチックの塊だろ。ダメだ、レオ。誰に手を出すか。お前をぶっ壊し、親父と俺だけになる。お前を壊したところで誰も気にしやしねえんだよ。なんだってお前は何の価値もないガラクタだ。カール、そんな。嘘だ、カール、そんな。人間は脆い生き物だ。カール、僕を置いていかないでください。お願いです。いいか、マーカス、相手の言いなりになってはならんぞ。カール、そんな、嘘だ。父さん、ダメだ、行かないで。お前がいなけりゃこんなことにはならなかったんだ。
アンドロイドが親父を殺した。あのバカ息子マジか。はあ。いや、耐えたけどさ、あれカールのお願いやったからね、あの人の願いやから聞いたけどさ、あのクソボンクラ。はあ、マジか。あの野郎ちょっとどっかでやったら仕返ししてやる絶対。いやー、マジかー。すごいね、何とも言えない感情が出てくるね。あ、でも半々なんだね。やっぱ耐えるか耐えないかになってやっぱ分かれるんだ。はあ。あいつマジで今回ゲスにやる予定やかいね。あのカールのためにやったけどね。いやー、まあそうか。だからまだもうちょいやりますか。なぜ殺した？会社と何があったんだ？いつから隠れてた？なぜ逃げなかったんだ？何か言ったらどうなんだ？全くやめだ。アンドロイドを尋問するなんてどう考えても時間の無駄だ。痛みつけてみりゃいいだろう。どうせ人間じゃないんだ。アンドロイドは痛みを感じない。ダメージは受けますが口を割りはしないでしょう。それに変異体はストレスの多い状況で自己破壊する傾向がある。ああ、そうですか。じゃあどうしろってんだ。私が尋問してみます。どうにでもなれだ。ほら、お前の好きにしろ。んじゃ、好きにさせてもらいますか。そうだね、比較的良心的っちゃ良心的になってきてるね。いやー、いかんね。願いやつやかいね。じゃあちょっと自白させてみますか。ちなみにね、やっぱどうせだったら上げて落とすっていうのがね。うわ、でもボロボロ。さあ座りますか。さあ、まずちょっと状況を見せやせてもらって。自己破壊の可能性は低い。あ、ソフトウェアは大丈夫そう。いや、まずはね、ちょっと調べて。2030年。いや、あと10年先にはこの子みたいなのできるってわけやろ？乾いた結婚。まあこれは腕やばいよね。はあ、マジか。いや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 、いくらなんでも機械に対してそれはまあまあ、どっちかというと機械側に同情するな、こんな状況を見てるとね。致命的ではないレベル2の損傷、バットによる。いや、致命的ではないけど、それはやっぱアンドロイドだからね。さあ尋問じゃ始め。これ出るやめるってできるんだ。どうしよっかな。あえてせずに出るって、まあゲスくもないしな。さあストレスレベルを上げて自白。ああ逆に嫌な感じにするだけだね。んじゃ、君のプログラムは不安定な状態だ。そのせいで人間の感情でいう恐怖を感じたんだ。あ、そういう恐怖の話か。怪我。ダメージを受けてる。
やったのは所有者かい？さあ、脅す。逮捕されてから君は黙ったままだ。このままだと痛い目に遭うことになるんだぞ。そんなの嫌だろ。さあ、信用するよ。訴え、脅す、道場。メモリーを調べるか。君のメモリーを調べるしかなさそうだな。嫌だ。それだけはやめてくれ。すべての記憶がバレるからね。僕はどうなってしまうんだ。僕は処分されるんだろう。そうだね。君は生体部品を分析するために解体されるだろう。何が起きたか調べるためにはそうするしかないんだ。どうして彼らに教えた？なぜほっといてくれなかったんだ？そうだね。どのみち君は見つかっていたさ。僕が先だっただけだ。彼らが先だったらその場で射殺されていただろう。いや、そうだ。あ、やっぱ真実やったか。なら話してくれ。それはできない。なんでできないのか。尋問を選ぶ。追い詰めるメモリーを調べる。説得する。いや、もうメモリーも調べちゃいましょう。しかない。おお、そうやって調べれるの？右手が手いっぱいです。やっべ。メモリーにアクセスして何があったか見ました。んじゃ、もう用ないね。ま、なんか落ちてない。まあそんなアイテム使う感じじゃないからね。まあ自白させる必要はないってことやね。んじゃ、出まーす。自己破壊する気だ。さっさと止めろ。ダメだ止められない。ダメだ。介入するか。それ以上は危険です。危ない。冗談きついぜ。さあ、尋問クリア。待て、バッタバタ倒れていくやん、俺の話。待て、そしたら、いや、コナー撃って自分撃ったんでしょ。可能性としては、介入した方が良かったんだけど、介入しなかった場合は多分、あのタイミングだと、ハンクか、誰かがやられてるはず、人間が。って考えると、多分、アンドロイド、だって、あれでしょ？交渉人でしょ？特殊な気がするんだよね。こんだけ警察に介入してるからね。で考えたら多分、コナー、生き返んじゃね？パーツだけ変わって。まあ、ただデータの損傷が気になるところだけど。まあ、でも、なんだろう、久しぶりに悪剣取られたね。いやー、ちょっと、思ったよりちょっと早かったんで、もうちょい。いやー、いろいろ荒ぶりますね。
いやー面白いこのゲーム。さあこの話だとカーラ編かな、このショーまでして、今回終わろうかな。ちょっとね多分この辺りが切りが良さそう。なあ終点だよ。終点ですか。ああ降りてくれ。さあじゃあ起こしますか。降りないと。さあ立ち上がる。その振り向きざわに一発決めてバスジャックするっていうのはできないわけ。まあもう進むしかないもんな。泊まれる場所を聞くわ。まあとりあえずどこかに泊まれる場所はありませんか。いや知らないな。そうか、残りたいって言ったら絶対お湯払われると思うんだよね。とりあえずアリスが大丈夫なように動いていくか。めっちゃ寒そうだね。アリス平気？平気ではないな。見つけようね。そしたらバスジャックは失敗したんでちょっと次の手を考えていきますか。とりあえずなんか雨宿りできるところを探したいね。アリス急ぎましょう。一晩泊まれる場所 1,2,3 箇所調べれるね。こっちはいけないか。こっちは特になし。すごいね。でもアンドロイドまあ理性がついてるっていうとあれなんだけど、だいぶ人間らしくなってきたね。周りを見る。ここは食事か。朝まで開かない。朝まで開かない。ここはコインランドリーか。ああ住人がいる。ちょっと入ってみるか。ここだったら温まれるわね。服を着替える。でも人がいるんだよな。ミツバチの過労死どんだけ働かせたんだ。なんだろう、なぜかちょっと今熱盛りを思い出したなんだろう、動物っていうかそれ絡みになってしまってね。寝てるね。入ってない。待ってくれ、入ってないってか中身を見るってことはやっぱそういうことだよね。アリス用の乾いた服。何してるの？私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんてそんなのダメ。すまん、取るわ。アリス、でもこうするしかないの。もう殺めた以上。
そっちはちょっと危険すぎない？すまんな、アリス。ちょっと待った。んで？まあまあ、カーラの理性はまあ仕方ないとして、とりあえずアリスを生かすことだけを考えるか。さあ、速やかに出ていく。お兄さんごめんね、もらっていくわ。お前服いっぱいあるだろうっていう勝手にあるという工程話するけどね。あそこはなんだ、すごいね。一応分かれない、渡れない感じなのかな。40銭とかモーテル、あそこなら泊まれる。あ、40銭といるか。入らないの？入れないの、お金がないから。ここは40ドルないと泊まれないのよ。そうか。モーテル調べる？調べる？ここは行けないと。中に人はいて一回見られたね。周りを見る。あそこなんか行けそうだね。あ、やっぱ信号が赤でも渡れるようになってるんだ。快適ではないが安全。どうやって中に入る？なるほど。どこに泊まるかという感じか。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね、好きじゃないか。でも一晩だけ、ここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッターがあればフェンスを破る。いやー、でもちょっと危険すぎる気がするけどなー。調べる。快適からほど遠いが見つかることはない。パーキング、駐車場ってことか。どこ行くのどこ行くの。平気だよ、寒くない。いや、そんなわけはない。困ってるのかい。行くあてがないの。この人を頼るといい。この人、そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。そうやね、一瞬おじちゃんが温めてあげようみたいな感じかと思った確かに。いやー、でもなんかこのパートはあんまりあれだね、こうやってる人の理性を揺さぶってくる感じはね。この人間の服を着てて、なんかできることあるかな。あ、お店がまだ開いてる。ガチャガチャがある。ここなら寒くない。レジ係を説得して助けを求める。
そうね、食品はいっぱいあるんだよね。フェンスを破るための道具。なるほど。説得をするかどうか。おもちゃを与える。いやー、おもちゃは嬉しくない。いくらなんでもそれちょっとな。どうしました？助けようか。私たち行く当てがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか？あのな、悪いがここはコンビニで、慈善団体のオフィスじゃない。気安くホームレスに金をやるわけにはいかないんだよ。レジからで済む。はぁ、万引きする。レジからお金を盗む。 10? 待って待って待って、10。ああ持ってるのね。あーどうしよう。さあ、こういう時はそうだね。すまんな。外で待ってて、すぐに行くから。店の外で？え、なんで？いいから、私を信じて。さあ、心から訴えるか。こうするしか。レジのお金をカウンターに置いて。いや、触るか。ああ、ちょっと今な危険すぎるな、いくらなんでも。くそ。大丈夫よ。泊まれる場所は見つけるから。となると、モーテルは使えなくなった。ワイヤーカッターも探さなきゃ。ハイヤーに侵入、駐車場を調べる。いや、多分あの流れだと後ろからね、多分止められそうな気がするんだよね。あれ多分逆にここでやられるわけにはいかないね。銃を使いたかったが、あ、車がある。はあ、そういう選択もありか。さあ、はあ、車に乗る。車に乗りたいけど、ここが気になる。ファイヤーカットでフェンスを破れか。廃車みたい。アリス、下がってて。いやー、まあそうだねー、脅しでとどまればっていう気がする。いやー、撃ちたかった気はするけど。誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。いやか。他の場所はないの？そんなこと言う？もう探しますか。他の場所を探そう。あるのか。なかったらまた戻ってくればいいよね。
そうか。そうか、そういうこと言うか。まあ、止まれるワイヤーカッターを探して、中には入れるか。ていうか、ワイヤーカッターまだどっかにあるってことだよね。その感じだとね。お来たね。いやーね、もう、アリスちゃんのためやね。どっちかっていうとね。アリスちゃんが、ここで、危険にさらすわけにはいかない。そのために、おっちゃんやったからね。そのためにおっちゃんをやったからね。大丈夫？ええ、かすり傷よ。気をつけて。さあ、怪我しないように。いやもう普通に母親だよね、カーラはね。さあ侵入できた。入り口を見つける。でもここ嫌って言われた場所なんだよな。こっちは開けれない。はあ、さっきの一箇所だけか。ちょっと開けますか。アリス？アリス？ん？待って。ちょっと何してるの？ラルフに。お客はいらない奴らは。ラルフをいじめる。ああ、なるほど。見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ。ラルフに。こんなことをした。銃。ああ、すまん。その子に触ったら撃つわよ。いやだ、いじめないで。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しをしない。あー怖えなー。いや、やっぱり遠慮する。行きましょう。いやいや、危険すぎるわ。アリスのこと考えると撃つ覚悟はあるけどね。行くあてがないの。ここで雨宿りしよう。外で寝るのは嫌でしょ。結果ここ結果ここ。あー、だってもう多分ないよね。もうこれ以上選択肢はないから。車に泊まるしかないね。泊まりますか。申し訳ないが。さあ残る。いやーマジか。いいとこだと思ったんやけんな。きっと安全だから。一晩だけよ。まあね、いざとなったら発砲すればよかったんだけど、あの距離はちょっとありすがね、やられる範囲だからね、相手の前やから、やっぱちょっと、
そこ優先やね。心を開いていない。まあまあそうよね。まあしゃあない。でもね、そうだね、ラルフ近いんだよね、場所がね、隣ね。この展開どうなるか。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからないわ。置いてったりしないよね。お願い、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒。さあ、当てどなく編クリアですね。なんだろう、パターンがさ、情緒不安定やもんね、行動がね。いやー、あれ怖えな。見てみたいけどね、ナルフ、近かったよね。いやー、あれあのまま止まったらさ、だってナイフを回収してないでしょ。絶対危ないもんね。暴走するからって、もうすでに暴走してる状態やかいね。いやー、まあ多分これは、あ、 30% なんだ、意外と普通。いやー、ってことはさっきのところに泊まるパターン、歯医者、モーテルか、3つだったんだね。夜鳴らしで銃を手、あ、すごいね、銃を手に入れてるとさっきのやっぱこの選択が出てくるわけか。あ、服を取るは、あ、服を着替えるね、やっぱそうなってくるよね。コンビニでも銃っていう選択がね。すげえなー。もうなんだろうね、カーラ編に関して言うと、僕はことごとくアリスのためならっていう、なんかちょっと危ない人になってきてるからね。ちょっと次怖えな、どうなるんだろう。いやー、まあ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 、結構面白かったですね。いやー、ちょっとだいぶ5章ぐらい進んだ感じかな、こうなるとね。まあ面白いですね、選択で、いろんな選択もありますが、まずカーラはなんかご乱心になってるしね、ちょっと激しいのと、コナーは今ちょっとやられたんでどうなるか。あとはもう一人、名前が出てこない、あの男の人ね、ちょっとね、どうなってるかちょっと未だ分かってない。撃たれたからね、ちょっと気になるところが多いですが、まあライブの方も、動画投稿の動画の方ですね、今回はここまでとなります。ちょっと第3部にしてめちゃくちゃね、楽しみすぎて長くなってしまいましたが、まあ、次回また同じ時間ですね、曜日としては、水曜日やっていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、また。